この動画ではピタゴラスの定理の説明をします。ピタゴラスの定理っていうのはご存知のように直角三角形に関する定理です。例えばここの辺の長さを A、B、C とするとピタゴラスの定理は次のような定理です。C の2乗イコール A の2乗足す B の2乗。これがピタゴラスの定理ですね。では証明しましょう。ここでは少しトリッキーな証明を紹介します。それはどんなものかというと、この証明のいいところはなかなか思いつかないけど、一回思いつくとすぐ理解できるところです。まず与えられた直角三角形を考えます。で、次になぜか直角三角形をこのように考えます。で、もう一つ直角三角形をここに考えます。で、さらに直角三角形を考える。合計で4つ考えます。直角三角形を。ここが直角、直行、直行。そしてご存知のように、三角形の内角の和は180度で、ここが直角で90度なので、こことここの角度の和は90度になります。で、今こことここは同じ三角形なので、こことここの角度は等しくなります。したがってこの2つの角度の和は90度です。するとここが直角であることが分かります。同様の議論で、ここも全部直角になって、これは正方形になります。さて、今ここの面積を求めましょう。これから、ここの長さは AB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  となります。で、ここの長さは C です。で、これの全体の面積を求めてみましょう。一辺の長さが A 足す B なので、A 足す B の2乗が面積になります。で、この面積はもう一つの表現方法があります。それは何かというと、ここの面積はここの正方形の面積足す直角三角形4つの面積の和とも思えます。で、直角三角形の面積は2分の A かける B で、それが4つあるのでこのようになります。で、ここから、ピタゴラスの定理が導かれます。なぜならば、これは A の2乗プラス B の2乗プラス 2AB で、ここを見るとこれは 2AB になります。で、両辺これがキャンセルして書き直してやると A の2乗プラス B の2乗イコール C の2乗で、これを入れ替えるとピタゴラスの定理が得られました。はい、証明終了。以上です。